はい、お疲れ様です。ヤスです。はい、ヤスと言ったな。あれは嘘だ。タイガです。お疲れ様です。今回は、ですね、以前にですね、ツイッターの方で書かせていただきまして、有名実況者、ランカー常連をですね、ガチダメ出ししてみた、超辛口でダメ出ししまくってみた動画、やっていきたいと思います。でですね、本人、ヤスさんからは、むしろヤスさんの方からコメントいただきまして、僕もやってくれって。言っていただけましたので、今回ね、ヤスさんの動画を使わせていただきます。これはですね、ヤスさんの最後のソロリーグかな、一番最新のソロリーグの動画かな、ミノガヒドラでガチ答えで、ソロリーグですね、やっていってるんで、アホほどね、ダメ出ししまくって、慣れさせたいと思います。お相手、アビマホですね。まあ、アビマホに何をピックしていくのか、まあ、スライムは引きたくないですよね、回していきます。まあ、どうもナメコも引きたくないけど、まあ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 、これ以上シャッフルしたくないってとこですかね。まあでもね、リザが金バッジだから強いですけどね、リザ金バッジじゃなかったら何とも言えないところではありますが、ゴブリンバイクもね、アビマホには結構溶かされてしまうんで、さあどううまく立ち回るかですね。ミノガールがすごい鍵になるんで、ミノガールを下手な切り方したら、まあ、持ってかれると思います。さあ、バイクをね、持ってるんでね、ここは取れますね。まあ取れますが、相手の足がいるかいないか。まあこの配置ね、今回はヤスさん、今リザードもいるからいいんですけど、キャラ数がちょっと怖いんで、そうバイクね、下に切るか切らないかってとこで、まあ、バイクね、下切らず温存できて、剣士を取れたのはすごいいいですね。まあ、バイク見せたんで、どうせ出されるでしょうと、相手も大砲打たなかったのか。ここはすごいいい流れ。まあ、さすが、1800経験者。僕は1800いってないのにね、1800経験者に、ガチダメ出しに行くんですけど。はい、お相手、ゴーレム来ましたね。さあ、このゴーレムをどう止めるか。相手にヒドラ持ってるんでね、なるべくね、ヒドラのね、ヒドラじゃない、デビル持ってるんでね、あんまり前に切って即死とか食らいたくないんですけど、なるほど、まさかの兵団。頼むから再生してくれ。さあ合わせてね、すぐね、ヒドラ合わせますがやられてしまう。ミノガール合わせますがやられてしまう。まあ首がね、飛んでね、後ろにダメージは入ってくれるんですが、まだ残り時間1分50秒、これまずいですね。これもし相手がまだ大型を持っていたら、わー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 でしたが、まあ相手が大型を持っておらず、もしね、これレドラとか持ったらね、ミノガール引っ張られて、コブリンごと焼かれてね、レドラでボンってやられ、最後にね、まあ、カウンター食らってる可能性もあったんですが、レドラは持ってないと。大型がいないですかね。攻めるのみ。ああ、弱いキャラいますね、相手。ゾンビがいますね。あのキャラはね、はい、こんな感じですね。まあまあまあ、いいんじゃないですか。ただ、ちょっとヒュドラ、前すぎたんじゃないかな、説はあるんですけど、というのもですね、まあちょっと怖いのが、結構デビルをね、猛型に重ねてきてですね、2枚重ねとかやってね、即死を狙ってくる場合とかあるじゃないですか。それで即死1本持ってかれて、これがね、ほぼマックスで残ったらかなりきついんで、もう1個ぐらい剣士出して、引っ張ってもよかった説は、あるんじゃないかなとは。思いましたが、いかがでしょうか、ヤスさん。後ろからミノガールかな。ミノガールも、兵団がやべえって言って、切ってましたけど、兵団には間に合わないじゃないでしょうか。てか、ヒュドラが頑張ってたね。まあ結果的にね、ミノガールは切るけどね、ヒュドラがもしやられてか、やられてようがやられてまいが切るんですけど、相手の兵団が残ってたらね、それを倒せるのが、ミノガールぐらいなんで。ただちょっと時間が早かった。結構引けたらこうして。まだ1分50秒残ったんで、ちょっとここ怖かったですね。行っちゃいましょう。さあバイク、ここは打つ。バイクは強いよ。はいないでしょう。第一にね、大砲打って吹き飛ばしていく。相手がブラドラリーダーケルベイスね。まあこのケルベをどううまく使っていくか。とりあえずカニ置こうかな。ゲーキ結構カニ早いっすね。カニが早いっすね。コブリンとゴブリンバイクだけで見れますね。チビドラで焼かれちゃいますね。これここはケルベ、もったいない。まあ上のケルベはいいとして、ちょっとカニもったいなかったじゃないでしょうか。ケルベいるから、そうそう、速攻でブラドラ出てくる。間のブラドラの位置いいっすね。でここは止めて丸、これ取りで取ってないのちょっと怖いっすよ。まあしっかり抑えてますね。抑えてますが、一発ね、隕石に反応してしまってね、上に出したケルベがやられてますね。結果的にケルベを3体切ることになってしまっている。まあ1体目のケルベはね、しょうがない。あれはね、メテオのね、突き上げで打ち上げでね、飛ばされてるんで。2体目のケルベがちょっと、あとミノガールがね、ちょっと上すぎっすね。多段ヒットの回数が減ってるのと、もうちょい下から切らないと、ブラドラがね、もし下に降りてきたら、殴り合ったんでね、まあ、倒してくれましたけど。さあサイクロガールですね、サイクロガール。うん、取れても取れたんでね、ヒドラを切って、まあ、あとは勝ちっすね。いい感じ。さあガッツ、ゴリゴリ攻めていく。チビドラ対策は、ただまあこれはまあ人によるかもしれないんだけど、僕の場合これヒュドラもうちょっと殴らせるんですよ。
いやヒドラあの窓を、ね、まあ、理由があとガッツ2体とバイク1体しかなかったじゃないですか、進撃が。もうその時点で多分あんま行っちゃうと、今相手ねこうつながったっぽいからあれですけど、もしあそこチビフォア3体重ねられてガッツ2体とねヒドラに潰されたらね、白前にもしそれ出されたら干渉いけなかったですからね。さあ続いてベビーリーダーか、ベビーさあまさかのベビーリーダー、ナメコ引くか。まあ、相手のキャラがまだ何残ってるか分かんないのと、コストがまだあるってことを考えると、ちょっと進撃が薄いときは進撃のキャラをね切る前に一回相手のキャラを呼びたい。何が残ってるかを、ヒドラがねやられそうだったらガッツダブルでいいんですけど、ヒドラね、あの魔導と射程が同じなんで、あの1体後ろにいたんでね、タイマーだったら絶対負けないから、それで1体やりの相手の中型見てのガッツでもよかったのかなとは思いますが、まあ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 、まあ、今ねあの100点満点の回答、個人的に100点満点の回答ね、ダメ出しかのように無理やりぶつけてるから、もう八つ当たりレベルだよこれ。いや俺、あ、ヤサと仲いいからね俺。別に嫌ってこういうこと言ってるわけじゃないから。そう、さあさあさあやっていきましょうか。お相手ベビーリーダーですね。まあ、ベビーに対してはナメコとケルベ引いてるのはすごい。あとバットもいいですね。ただベビーリーダーって珍しいな。ベビー UFO とかね、前ねやってる方いましたが。重剣士置いて、さあベビーや早速やってくる。ベビーも置いて、バットいいですね。ナイスバット。ケルベも置いちゃおうかな。ああ UFO ですね。なるほど、しっかり回収してきたな。うーん、でも回収されたのマジで嫌だな。 UFO ね、この何だろう、普通に回収してない状態も結構めんどくさいですよね。さあここでまたベビー出てくる。がしかし噛みつきさえ入っちゃえばこれはもう無理ですね。ケルベの前に出してはいけない。取れそうなんだけど、しかも取りでも取れそうですね。あ、惜しい。相手チビブル出してますね。あのキャラはねかなり弱いんでかなり厳しいと思いますが、さあここでブラドラ出てくる。このブラドラどう処理するのか。ミノガロね、僕ならヒュドラから行くか。なるほど、ヒュドラから行ってどうすんだ。ケルベか、下からケルベか、上からケルベ行っちゃうと隕石行っちゃうじゃないか、ターゲットは。いや行ってないな。うまい、素晴らしい素晴らしい、いいっすね。ただヒュドラか、まあ悪くはないんですけど、見逃でも良かった説はなくもない。というのも、まあ、単純な話なんですけど、見逃って進撃タイプじゃないですか。ヒドラって迎撃タイプなんで、ヒドラがこの後首飛ばさないで終わっちゃう可能性があるんですよ。まあこれ一発飛ばすかな、飛ばさないな。この後ね飛ばさずに終わっちゃう可能性があるんで、ミノガールを下ラインもしくは上ラインから切って、まあ削りながらケルベ横差しして、さて、まあまあいいです、まあ、これで全部回収、まあ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 、ここで大型がもう一本来るときつい。これでもう、ああそうですね、ここで大型がもう一本来ちゃうと、まあケルベ一本いるんですけど、ここで来ちゃうとそのミノガールがやられてしまうと、ケルベが強えわ。おう、ケルベ強えわ。ミノガルがやられてしまうとね、結局干渉までいかなくなってしまう可能性があるので、ね、ヒドラを前気味に切ったか首飛ばすかなってのはあったんですけど、まあ、これ届くからワンパン入れば全然いいですね。ベビーは無視して。まあまあ、でも相手がね、ベビー UFO でウサギ見えたんで、そう、火力がやっぱない可能性があったから、まあ全然ね、ヒドラでもいいんですけど、まあ、首の、ね、飛ばすラインにね、取りでもあったし。ダメージ入ってますね、しっかり。いやー、ほんときつい。まあ多分アンパイ取るっていう点ではヒドラ、ただ個人的にはミノガかな。次のトレでも殴ってくれるし、でミノガ切ってさ、ブラドラね、ケルベも出して横差しして、それで倒し切って、でその後に相手がそのミノガに大型合わせてきたら、そこヒドラで完全にストップさせて、何年は盛りましたけど、一時期めちゃくちゃ早いってのも良かったのかなと思いますが、まあでもね、あれど真ん中のヒドラなんで、あれヒドラが死ななければ、あの後ねもしウサギ流れてきてもね、まあ動いてくれるっていうのはあったのかもしれないですね。まあ裏をね見るときに、あのベビーに対してケルベを使いたいからこそ、ウサギをね見るのにね、ヒドラを後ろに置いておけば、まあ問題ないでしょうと、まあ負けはないでしょうっていう立ち回りだったんですかね。さあお相手チビクロですね。チビクロ、あ、いい札。チビクロにはね、銃剣士が本当有効ですね。銃剣士2枚重ねて風船パーンって割って、でまた動く、あの止まってもらって、チビクロにはボコボコっすね。さあ思ったよりもあんまダメ出せるところがなくてちょっと困ってるんですけど、さあやっていきましょう。いやー、安さのこの剣士はあれですね、ちょっと見た目がダサいですね。この剣士は良くないな、見た目が。いやーきついな、ちょっと羊可愛いけど、羊可愛いけどちょっと見た目がダサいな。ダメ出ししていこう。ダメ出し、さあこれ取れるとね、でかいんですけど、どうでしょうか。おっと、相手大砲ちょっと奥に行ってるな。これ取れますね、ナイス。さあそこのスライムいらんですね。まあ多分とっさに合わせて出しちゃったんでね、しゃあないですけど、
よくある。やべえ、コング置くべきなのに、とっさに、やべえ、間に合わないとか言って、スライムタップしたって言って、ね、スライムを置いちゃう場合はよくあります。ただ、1体これでスライムがもったいないが、ちょっとね、カンガルーがマジでめんどくさいの分かる。カンガルーがめんどくさいんでね、ミノガールを切ってますが、ちょっと早いっすね、やっぱ。というのも、まあ、リザードマンもいるんでね、最悪、重剣士でも倒せましたし、まあでも重剣士あんまね、使いたくないかもしれないですけど、ミノガールをね、この時間で切っちゃうと、引き込まれて、もし大型戦でやられちゃうと、ちょっと危ないですね。ここは行きたくない。スケルトンも相手持ってるんで、どうするこれ、どうする、これヒュドラ行っちゃうと、すげえ重ねられて潰される。プラス、ヒュドラ行っちゃうと、チビホアに狩られる。無理です。うん、ちゃんと下げましたね。さあ、次はスライムを重ねに、コング、危ない。いやー、やっぱミノガール早いですね。まあ、カンガールね、コスト負けしちゃうんで、かなり嫌なんですけど、ちょっと早いかな。ヒュドラもちょっと早いかな。スケに関しては、スライムだけで見れた。チビクロに関してはリサじゃなくて重剣士で見れる。多分これが安定だと思うんですよね。押し返しちゃうから、ヒドラが前行っちゃいますね。あそこレトラと戦ってたら多分流されて終わってたんで。ちょっとまずいですね、これ。しょうがない。そう、重剣士をね、あと1枚じゃなくて2枚重ねね。そう、下上げればすぐ倒せるんですけど、リザードもね、強いんですけど、ぶっ飛ばしで向こうやっちゃうと結局まだ来るんですよね、こっち。しかも、風船が、ぶっ飛ばされた速度と同じ速度でね、戻らないんで、ゆっくり戻るんで、風船でね、フェードアウェイしながら、ダメージ、出しながら、下がってくんで、やらしい。さあ、まあでも15秒やったら守れるんじゃないですか多分ですけど。チビホはラストですよね、これ。どうしよう。超きついんですけど。さて、ギリギリのギリですが、ドロー。あっぶねえ、マジで。あっぶねえよ。まあ、ナイスドロー。いや、リザ強いんすけど、重剣士でしたね、どう考えても。おーし、ダメ出しできたぞ。ちょっと、ヤスさん見てるか、ヤスさん。重剣士だぞ、今の重剣士。リザードマンじゃないぞ、重剣士だ。やっていきます。さあ、相手、アビスケっすね、アビスケ。ボケってして、ライトのリーダーみたいになったら、スケだった。アビスケ相手には、なんだって今。まあ、さっき引いてたね、コングとかね、引けるとすごい嬉しいんですが、何を引けるでしょうか。スケか、ベビー、魔導。魔導とかベビーもね、いいんですけど。ちょっと迎撃が多すぎる気はしますが。まあでもね。ああ、回しましたね。ああ、いい札。かなりいい札。火力はちょっとね、乏しいんですが、まあ、オークがいるんでね。取り出前もしっかり見れるし、オークバーマン5倍でね、取り出前がっつりね、スキルに対して強くて。で、魔導騎兵ね、後ろで1本、前で1本使えればね、絶対に負けないんで。まあ、時間次第ではね、後ろ、最初には後ろ置かないですね。基本的には前で使って。魔導がね、スキルから受けるダメージかなりかまされてるんで、そう、もう、火力でね、前線置いてもね、スケに壊されることはないんですよね、魔導が。ほぼない。さあ、ここちょっとめんどくさいですが、魔導を置きます。まあ、この魔導はいいですね。多くでもよかったですが。さあ、行っちゃいましょう。そう。やられてしまう。もったいない。引きつけられたらきついんですよ。多くがせっかく壁でいたんで、で、マーマンもいたんでね、なおさらね、で、5倍も走ってくるんで、多くで壁を置きながら、5倍の後ろからの圧と、マーマンがいれば、いいんじゃない？綺麗にやれてましたね。重剣士のトマホークもお願いし。でやっぱりね、どうしてもカンガルーが、ね、嫌なの分かるんですよ。カンガルーのが嫌なので、ミノガール出すんですけど、ちょっとやっぱ早いっすよね。相手が大型いなければいいんですけど、もう1本。ミノ。ああ、それは勝ちましたね。これはラッキーすぎる。ちょっと、ミノが早いっすね、これは。重剣士持ってて、あそこまで削ってたから重剣士で行くべきっすね。ミノガールに対して。カンガルー重剣士で削って。でヒドラが出てきたらそれをミノで刺す。それ以外選択しなかったね。もしくはね、引っ張ってスケか。まあでもバイク来るんでね、重剣士でしょう。これはきつい、ね。これはもう勝ちっすね。入ってますね。いやー、ちょっとね、まあカンガルーがやっぱコスト負けしたくないのはわかるんですけど、ちょっと時間調節しないと、もしかしたらがあるんで怖いっすよね。オッケー取っていく。完璧。そう、結構早めにミノガール行って、まあ、コスト負けしない立ち回り、うん、まあ、やさ結構コスト負けをね、しないようにするんですよね。まあ、スラドラやってた時からそうなんですけど、基本的になんかコスト負けをしない。絶対コスト勝ちする。だからもうトレードを取って、負けない戦い方ができれば、絶対コスト差で判定勝ちできるみたいな、そういうね、安牌な行動が、安牌な立ち回りをね、してるんですけど、うん、ちょっと、ミノガールが早すぎるから、怖いですね。もしこれで相手がサイクロ出してきたりね。一択なんですよね、キメラに対して。ミノ出してきたりとか、いろいろあると思うんですけど、やられたらね、痛いですからね。できればてか、ね、そう。語彙力って感じ。さあ、相手、アビキメラっすね。あ、これでいこう。うわ、いい札。カニ置いて、これかなりいい札っすね。引
キメラに対して全部有効ですよ。サイ以外は。サイ以外はキメラに対して強いですよ。カニも強い、ナメコも強い、マーマも強い。足なさそうなんだけど、これで取っていきたいところですね。これどっちにサイを切るか、下か上か、上ですね。まあ上さえ取れればね、あの下もね、すごい取りやすいんで、こっちが近くて。お相手が大砲撃ってくると。あ、なるほど、バイク。まあでもこれ 2-2 でスタートっぽいですね。この 2-2 スタートをどうするか、ちょっと見ものではありますが。ナメコ行って、さあまずナメコ、なるほど。いやー、これ管理出しますけど、またんごきついですね。かなり重い。まあこれ優勝カニですよね。でもこれでも一気にカニいっちゃったじゃないですか。相手アビキメラなのにカニ使い切ってますけど、どうしよう。これまずいよ。どうする。いやー、どうだそれ。サイクロガール、これかなりまずいんじゃないですか。超きつい、超きつい。あ、もうこれ、おっと、なぜそこにキメラを切る。下ガン攻めなんだけど、キメラもっと下に切ったらよかったのに。これやばいっすよ。わ、でもヤスさんのサイが金バッジでアルティメットだからすげえ強い。キメラはね、これここまでいくと強いですね。つけときたいな。これ突破しないと負けますよ、マジで。あ、でもサイクロガール倒しましたね。分かったな、これ。あ、しっかり前で引き継いで。いいですね。干渉いけんじゃないかな、これ。いや、なんであそこにキメラ切ったんや。でも、やさのダメ出しなんでね。相手のことはやめましょうか。で、まあ、実際本当に下に切られたら、負けてましたよ、やさん、多分。マジで危ない。いや、キメラもうちょっと下に置く。カニちょっとね、多かったっすね。まあ、マタンゴで見えないんでね。あの、後ろのカニはしょうがないですけど、前方2枚がちょっとやりすぎですね。前方は1枚で。いいですね。なんとかすべきでした。さあ、お相手さんの再戦ですね。もしくは負けない戦い方だったらね、最悪ね、一歩ね、ライン下げてからやるか。え、恨みのガールなのかな。マジそんなことある。それかもうどうせアビキメラ切ってくるでしょって読んで、キドラ先置くか。ミノガールじゃなくて、5倍か。で、カニエ取っとく、絶対に。多分あの砦のとこにキドラ置いてブロックして、そんな気がするんで、第3に剣士で、カニ取っといて、で、ミノガ、あの大型に出して、あのミノガル切って、キメラ来たら、カニ置くみたいな。あー、5倍ですね、これね。多分ね。さあ、お相手5倍。取りそう。でもね、これね、これバイクスキル10なんで、であと、ヤスさん、あの、ミノガールじゃなくて、サイクルガールっすよ、相手。ミノガール早っ。あー、早いっすね。多分、相手のベビーが重いんじゃないですか。ベビーが相当重くて、早々に、サイクルガールを切ってきてる。そんなイメージが。さあ、危ない。今の重剣士、上誘導するのいいっすね。さあここ大事。さあ、ここ第一切りきますが、あ、いい位置ですね、ミノガール。ただ、もう一個後ろがいいな。いや、でもこれ、もう3マスぐらいでしょ。オッケー、でかいっすね。マス目だけ。でも、それ以外は完璧。それマジでかい。上は正解っすね。よし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 。で、マタンゴでしょ。さあ、マタンゴ持っている。あ、次、お相手がサイ持ってますね。さあ、しっかりカニ置いて。やはりね、コストをしっかり温存するのがうまいっすね。丁寧に最小コストで立ち回ってくれるんで。コスト負けしないですね。でもこれ条件値やりすぎですね。今4枚いきました、これ。これやりすぎじゃないですか。よし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 。これはやりすぎで、これは やりすぎてんな。入ってますね。入ってますよ。もう取っていくよ、ナイス。金マタンゴまた、ね、ただコストがないぞ。どうだ、でかい、マジで。これはでかい。さあ、上にナメコを切ってしまう。価値はでかいっすね。時間がまだあったのに。これは取りで無理っすね。いや、無理だな、守れない。重剣士切りすぎっすね。まあでも良かったんじゃないですか。一番良かったのは、ヒュドラに対してキメラと、まあサイクロガールが出てきて、それをヒュドラ当てて、まあキメラ出てきて、かつ、ゾネツを合わせられたと。で、そこに対してね、慌てずにね、あの対処できたのが良かったですね。もうあのヒュドラはもうしょうがないって、一回捨てて、まあ下げてね、ミノガールで見るってのは良かったと思います。ただね、ミノガールが近かったかなと思います。はい。さっきの試合で終わろうと思ったんで。じゃあこれラストですかね。もう一枚だけラストの試合過去一ダメ出ししていきたいと思います。やっぱランカー終わってね、気持ちよく終わりたいなと思ってまして、まああのね、このあおーおーいい札、あの、まあ、このダメ出し言うてもね、僕も同じですけど、毎回ね、完璧なプレイなんかできないから、普通100点満点のプレイなんてね、あの毎試合できるもんじゃないんで、あれなんですけど、ここでね、一応フォローしていくっていうね、ここで一応フォローしておくけど、まあダメ出しするんで申し訳ないですけど、かなり覚悟してください、ね、皆さん。剣士ください。羊は可愛いんですけどね。羊は可愛いんですけど、とりあえず剣士出さいって言っておきます。さあ、5分倍いいですね。で、この5分倍の装備ちょっと好きなの。これは撃つ。さあ、しっかり大砲撃ってね。第3まで欲しいところ。お相手、ブラドラ。ブラドラをどう見るかっすね。あ、いらんかったか。マンドラがダブルで待っていく。ね、
あのマンドラもね、埋まったな確実に。どう見ていくんでしょうか。トリデマンドラですからね。トリデマンドラ、噂のトリデマンドラを、ヤスさんはどう見るのか。さ、パンダ、金バッジがいると、これちょっとヤスね。さ、ベビーはいいんですが、ちょっと上危ないじゃないか。しっかりトリデ寄りましたね。あの剣士がね、トリデ寄らなかったら、そう、そのままね、あの爆発してって感じのあれがあったんですけど、ちょっとミノガールの位置が近いですね、また。削りに行って、また近い。トリデを削らせて、そこだとね、ブラドラがね、上来てね、殴り合っちゃうんですよ。ほら、よくない。よしさあギリギリね剣士は見ましたが、さあそしてねベビーを置くのが遅いですね。ミノガール流れてってってなってますけど、まあスクリームダンダンと大ダメージ。さあここどうするかですね。ヒュドラを置くのはいいけど遅い。ゴブバイが今ミノガールが死ぬ前にヒュドラにバイク重ねてあげれば、あのコブリに対してマンドラが反応したんですよ。バイクとバカボンドドンみたいな、重ねてあげれば。でもあれで潜っちゃったんで、首飛ばしても首の射程位置次第ではスクリームするし、あのスクリーム、あれいいですね、あのトロールの処理の仕方はね、うまい。やってくれると思うんですけど、さあスクリームしてやられちゃいますね、ヒドラ。いやー、強えな、ほんとあれ。やれてねえじゃん。さあ、後ろね、しっかり見てほしいところですが、まあ飛んだらね、回収して死ぬでしょう。ナイス。さあ、これはもうね、取りでは無理ですね、取れないんで。取れたらラッキーぐらい。あとナメコ2体か、後ろのパンダがどうするかって感じですけど、まあ前攻めてもいいんじゃないですかね。前ね、ナメコ置いて攻めてますけど。うっとうしいな。パンダをどうするかなんですけど。後ろのパンダはね、なんか見なくても間に合う気がするんですけどね。そのナメコを攻めて使わないと干渉できないじゃないですか。ね、でもお相手も後ろ止めるの必死ですね。なんか取れて取れそう。どうだ、取らない。あと相手もね、取れてね、あの守ってばっかいたら落城しちゃうんで。あ、惜しいな。ああ、落城勝利と。まあまあいいでしょう、落城。まあそんな感じで、今回ね、やってきました。あのミスター白ドラ、ヤスに、超絶ダメ出ししてみた動画。ね、ギリギリそしてランカーおめでとうございます。まあ今もっとランカー確か高かったよね。1620だった気がする。はい、今回もね、ご視聴ありがとうございました。今回はね、ちょっとあの変わった感じの動画をね、やってみました。よかったらね、皆さん、このね、白ドラの覇者、ヤスさんと、よかったらね、僕のね、チャンネル登録もね、していっていただけたら嬉しいです。では、今回もご視聴ありがとうございました。またよかったらぜひご視聴ください。お疲れ様です。